イエラペトラはギリシャのクレタ島東部ラシティ県の町である。古代はヒエラプトナと呼ばれた。デモスの面積は 394.774K 平方メートル、人口は23,707人。イエラペトラのデモスは町と周辺の集落及び降りし島から構成されている。イエラペトラはクレタ島の南東部のイエラペトラ湾沿いにある海岸上にある。 アイオスニコラオスの南、シティアの南西に位置し、ラシティ県における重要な中心地となっている。ラシティ県内で最も人口の多い町であり、クレタ島内では4番目に位置する。また、ヨーロッパの最南部の町として知られ、クレタ島の南海岸にある唯一の町であることから、リビア海の花嫁と称されることもある。イエラプトラは、ミノア文明期以来、 クレタ島全体と共に歴史を歩んできた。古代ギリシアローマ時代のヒエラプトナの街は、現在のイエラペトラ市街と同じ場所に存在した。古典時代に、ヒエラプトナは、東クレタ地域で最大の街となり、ドーリア人起源の街として、クレタ島内の他の街と激しい競争を繰り広げた。紀元前3世紀には、ヒエラプトナの街は、海賊で有名であった。クレタ戦争では、 他のクレタ島の都市と共に、ピリッポス5世率いるマケドニア王国に味方をし、クノッソスやロドスといった都市と敵対した。紀元前67年には、共和制ローマによって、クノッソスやキュドニア、ラトなどの町と共に、ヒエラプトナの町は併合された。その後、独立都市としての重要性がなくなったヒエラプトナは、コルティナの町に追い抜かれることとなった。 現在でもローマ時代の港の遺跡が残っているが、これは824年にアラブ人によって破壊され、海賊の基地として再建されたものである。オスマン帝国時代のモスク13世紀から17世紀にかけてイエラッペトラはベネツィア共和国の支配下にあったが、その時代に再び町は反映した。カレスの要塞は地元の言い伝えによると、1212 12年に デノバの海賊ペスカトーレが建設したものであると言われているが、1626年に港を守るために建設されたものであり、今では遺跡となって残っている。1798年7月にはナポレオン・ボナパルトがエジプト遠征に向かう途中でイエラペトラの名手の家に泊まったという。オスマン帝国に併合されると街にモスクが建設された。 現代のイエラペトラの町はカトメラ地区及びパノのメラ地区から構成されている。カトメラ地区は南西部の岬にある旧市街である。市街には中世からの狭い路地と小さな集落を感じさせる小規模な家屋が立ち並んでいる。また、モスクの跡地とナポレオンの家はこの付近にあり、地区の中心には不死教座が置かれたアイオスゲオルギオス教会もある。 この教会は1856年に建設され、天井には多くの隠れたドームがある。また木造建築であり、主にレバノン杉が用いられている。一方パノメラ地区は比較的大きな新種街であり、道幅は広く、3から4階層の建物が並んでいる。イエラペトラの主要なショッピング街はクンデリオトゥにある。また街の中心部には市役所や博物館。 映画館などがある。また、パノメラ地区には、病院も立地している。町の西には、要塞の遺跡や、漁港、ローマ帝国時代は、市民の娯楽として奴隷による海戦が行われた、ナブマヒア地区と呼ばれる地域などがある岬となっている。一方、町の東は、酒場やレストランが立地し、フリシジまのフェリーが出港される鳩場などがある、小さな海岸である。 イエラペドラでは夏には観光業、冬には農業が盛んである。ミノア文明期以来、この地ではオリーブ油が生産されてきたが、1970年代頃からは広大なグリーンハウスで栽培された果物や野菜の輸出も増加してきている。ありがとうございます。